やっぱり野球の一番大事な部分ってね、飛び込むファインプレーの何倍もファインプレーが。やっぱり野球の一番大事な部分っていうのはね、絶対暴投とか投げるんですよ。その時にやっぱり野球のファインプレーはね、飛び込んで取ったらファインプレーかもしれないけど、それ以上に人が暴投を投げてちゃんとカバーしてすぐ元に戻す、それが飛び込むファインプレーの何倍もファインプレーが、人のミスを元に戻してあげる。それをやった人がいたらみんなに取り上げてあげる。普通のキャッチボールとかはいい球投げてる人もいるなと思うんだけど、こういう球回しになったら緩くばっかり投げてる人もいたり、なんか落としちゃったのかなってやってみたり、すごく目立ちますよね。はい、もうそういうのは本当に絶対取ってもらえないと思って構わない。はい、すごくそう思うんですよ。もしかしたら普段怒られなかったり、もしくは怒られてるのに聞き流したりしてるんじゃないかなと正直思います。はい、はい、君らはこの女の子に受けに来るみたいに野球を一生懸命やってる人たちだからこそ厳しく言うけども、ミスした時ほど頑張んなきゃいけないんだよ。はい、はい、人のミスを助けていかないと、ね、それは中学生でも高校生でもプロ野球選手でもミスはするんだから、その時にどういう姿を見せるかっていうのを見てるんですね。普段から練習ちゃんと投げてるからこそ、プレッシャーかかる場所でピチッと投げれる。はい、もし今回ね、思うようにできなかったなっていう人はやっぱり日頃の練習を見直さなきゃいけない。はい、きっとその参考にするな。